やっていきましょう。ザ・クラスルームズ、続きからですね。で、ベッドルームじゃなくてバスルームからですね、やっていきたいと思います。はい。で、バスルームつってる割にはすげえなんか水浸しなんだよな。何なんだろうね、これ。こんな水浸しなことある？あ、始まった。これなんだ。あ、へえ、ん、あ、めっちゃうるせえ。これさ、ここもあれなのかな、なんか音によってとかなんかあんのかな。なんか赤いんだけど。あ、こっち側が出口か。え、暗くない？あ、あ、え、どれが出口？出口なくない？これ水浸しだからさ、この歩く音とかもなんかすげえひときわうるさそうだよね。待って、なんかいる、なんかいる、なんかいる、何がいる？何こいつ。また新しいやつだな。音も関係してくんのかな。てかさ、よくよく見たらこれ壁とかにもなんか便器埋まってんだね。何なんだろうこれ。音も関係しそうな感じもするし、また別物のような気もするし。え、でもさ、これさ、静かにやれってことだとしたらさ、実況できねえんだが。どうすればいい？これさ、こういうところもちゃんと見てった方がいいのかな。あいつのさ、なんだ、報告書みたいなやつとかも多分あるよね。これこういうところ開けてて、あの人形とかがいたらすげえ嫌なんだけど。開きづらいし。ねえのかな。なさそうだな。こんなことやってたら懐中電灯いくつあっても足んねえんだよな。あと今日はちょっと猫がうるさいかもしれない。ん？これ行き止まりか？そんなことはないな。うわ、でもこれつけねえと真っ暗だ。やべ、これさ、エレベーターまで行ったら大丈夫かな？行けるかな？ちょっとこのまま逃げよう。もう後ろにいるけど。あかねえ、これまずいか。しゃがむ。ひぃダメだった。なんだ、音も多分関係してそうな気もすっけどな。とりあえず報告書が欲しいっていうのと、ここ逃げ込めると思ったけど逃げ込めなかったか。閉まっちゃってんだね。あ、閉まっちゃうんだ。なるほど。ちょっと静かに行ってみるか。いや、でも静かに行くと本当にただのプレイ動画になっちゃうんだよな。うわ、暗っ。これさ、例えばさ、こういうところとかに隠れる、何？ノーエスケープ。逃げちゃダメっつってんの？どういうこと？逃げられないっつってんのかな？こういうところに隠れても逃げられないよっつってんのか、何なのか。ん？何これ？なんか意味があるのかないのかよくわからないところに階段がありの、その下に何これ、穴なのかな、なんか板のような穴なのか何なのかよくわからないところにハテナと、なんかそこ意味があるのかな、そういう場所があるのかな。扉をちょっと一つ一つ調べていくか。なんかあるかもしれないからな、一応。あっ、よいしょ。何もねえな。これは何？これトイレットペーパーか。すごい形したトイレットペーパーだね。これこっから見るとこれは半透明みたいな感じになってるけど、ちゃんと中のトイレットペーパーまで作られてるな。へー。
海外のトイレットペーパーはこういう風なのか。よいしょ。あ、またなんか、何これ、バルブ的な感じなのかな。バルブを回して水を出せとか、なんかそんな感じ。これは違うよね。バルブがどっかにあるかもしれない。このたまに広い空間のやつは何なんだろうな。よいしょ。特に何かが書いてあるわけでもない。よいしょ。あ、また何かあった。よいしょ。それは私を見た。それは私を見た。何を見た。何こいつ。何これ。顔なのかな。これが体全体なのかな。クソ、俺は見たんだよ。それはある種の私に向かってうめき声のような音を立てた。暗い廊下を通ろうとするのは愚かなことだと分かっていた私は一体何を考えていたんだろうか。暗い廊下を なんか光を焚いてなくちゃいけないってことか。もう丸一日ほど私を追ってきています。どうやってか分かりませんが私の近くの電気を消し続け、運よく廊下やエリアを閉めることができたとしても私にたどり着く方法を見つけます。こっから出たら学校を焼き払ってやる。はあ、暗くなると襲ってくるやつがいるってこと。電気を消し続けてどうのこうのってことだよな。っていうことは完全に暗くなるのはまずいってことか。っていうことは人形と同じパターンか。そういうことね。ここも特に何もない。あんまりこう画面をガチャガチャしたくないんだけどな。酔いそうだし。まだ動かしてる俺はいいけれどもさ、これ見てる人すげえ酔うんじゃねえかな。あんまりガチャガチャすると。なるべくガチャガチャしないようには気をつけるけど、酔っちゃったらごめんね。あんまりなんだろうな、画面に集中しすぎないで離れてみてね。怖えよ。もうやべえな。電気がすげえ勢いでなくなってくんだけど。ああ、なくなっちゃった。なんか音がしたような気がした。何これ。わ、なんかもしかしてここにずっとこんだけに数分いたってこと。この人は相当いるけど。あー、なんか落としたような気がしたけど気のせいかな。おーい、声で反応すっかな。おーい、こっちだぞー。特に反応はしねえか。多分あれ出口っぽいけど。ようやくなんかちょっと、何これ、すごいね。めっちゃ芸術的なんだが。こんな向かい合ってトイレすることってあんのかな。相当嫌だけどね。ちょっと向こう側行ってみたいけどね。出口の向こう側に。目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。はあ、出口の向こう側から来んのかなこいつ。今んところ特にさ、なんかそういう収集物っていうのもねえしさ、何なんだろう。怖えよ。音する？しないね。これは？あ、これあるんだ。ちょっとこれ外してみて、しゃがんでいく。これがあるっつうことはこっち側から行った方がいいんじゃないかな。両サイド行けるな。とりあえず左側から。お、これ何なんだ。毎回になるけど、何箇所ぐらいあるんだろう。いい
なさそうだな。とりあえずちょっと開けれるところさ全部開けてみようか。どうすればいいのかっていうのがさっぱり分かってないもんね。でさ、ちょっと電池がやばくなってきたな。バッテリーがやばくなってきたな。なんかこれ近くにいるような気がする。おーい、おーい、いるな、近くに。来た。だけどやっぱりこの中には入ってこれねえんだな。おーい。あー、向こう行った。あ、来た。おー、なるほどね。まあだけどこの中におれば安全ではあるよって感じだな。やっぱりこれ全部開けといてちょっと安全な場所っていうのを確保しといた方がいいな。万が一の時に逃げ込める場所。あれ、あ、あれ、今右側から来てる。2,3 箇所分ぐらいしかねえのか。あー、なるほどね。これでずっとぐる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 回ってるわけだね。はい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 、なるほどなるほど。あー、万が一危なくなったら逃げ込めばいいと。で、あ、いる。ここはダメだな、ここはダメと。ちょっとじゃあさっき入ってきたところとは別のところから出てみようか。やべ、いた。よいしょ、危ね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 。近いのかな。そうするとこっち側から出てみるか。やべ、どっかいる。めっちゃ近くにいる。一旦逃げて、やば、これここ大丈夫かな。ダメかなこれ。安全地帯だこれ。安全地帯だけど逃げれなくなっちゃった。いなくなった、いなくなったな。ここは安全地帯なんだが、まだでも近くにいるんだよな。やべえ、出られなくなった。道間違えてしまったがばっかりに。どうしよう、行くか。どこだったっけ、あれ。おお、こっちにいた。危ねえ危ねえ危ねえ、やべやべやべ、近い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 、逃げろ逃げろ逃げろ。あ、何これ、なんかある。これだ、この板使ってなんかやれってことだ。あ、そういうことか。バルブ上げて水位を上げる方法はないでしょうか。バルブだ、バルブでここの水位を上げてこっち側に行けってことなんだ。であいつこっち側入ってこれねえのか、もしや。あ、入ってこれねえんだ。アメンボ、アメンボだな。なるほどね、バルブか。これさ、だってもうさ、なんか無理くり行くことできねえのかな。あー、いけねえか、ギリギリ届かねえな。なるほどね。あー、ダメだな。OK です、 OK だけど、これもうこいつがここにいるのはもうダメだろ。入っては来ねえけど出ることもできねえ。いっぺん捕まるか、いっぺん捕まっちゃってもいいけどな。あ、でもせっかくあっこ開けたしな、もったいねえよな。まあでもなんとなく分かった、そういうことね。水位を上げて向こう側の扉に行けってことだね。まあいっぺん捕まっちゃうか。おい、よし、 OK。 この部屋こいつしかいねえんだろ多分今のところ。こいつしかいないし、こいつに気をつけながらバルブをまず探してどっかの部屋に行くってこと。なんか
すげえイグジット。なるほどね。問題はバルブがどこにあるかだけど。あ、やべ、バレた。くそ、全然あの先に行けねえ。あの先に来てんだけどな。よし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 。まあ、こっち側に来たなら来たでいいとして、こっち側から行ってもいい。だけどな、どうせなんかそんなにマップは広くねえのかな。やべえな、ついにバッテリーがなくなってしまった。どうしようかな。困ったなこれは。おーい、おーい、来た。あ、入ってきた。普通に入ってくんのかよ。さっき入ってこなかったじゃん。あ、そう。いやでもこれバッテリーやべえな。バッテリーが欲しい。あー、なるほどね。ここにこいつはあるんだ。はいはいはい、これは分かったけど、問題はバルブなんだよな。はいはいはい。これだ。こうか。うん。オッケー。これで。向こうに行けばいいんだけど。けっかな。よし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 、いけそういけそういけそう。よいしょよいしょ、やったぜ。とりあえずクリアできた。オッケー、やったです。まあ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 、落ち着いてやれば楽勝ですよ。はい、で4面か。4面だな。このまま終わりでもいいけど、多分短くなってると思うんだよな。ダークルーム、暗いってこと、暗いってことですね。わ、暗、電気ねえのか。あ、なんだこれ。あれ、あかね、あれ、なんであかねえんだ。あ、よし。あー、なるほど。なんか感電するんだ。だからこの電気を止めろってことか。ちょっと入ってみたいな、どうなるのか。入ってみていい？ちょっと入るわ。つってなって、あー、そのまま死んじゃうんだね。なるほどなるほど。 OK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 。 じゃあブレーカーを落として戻ってこいって感じだな、おそらく。これ毎回ここに死ぬたびに一応バッテリーあるんだね。これ本当に扉の開け閉めが、これ何、なんかある。マジック8ボールって何？マジック8ボール。あなたの危険レベルを示す魔法の8のボール、ん ?8 ボール。あ、え、ん、使ってしまったか。あ、ずっとあるな。
なんて書いてあったの？危険レベル0。ああ、ずっと無限に使えるんだ。このドライバーとかと一緒みたいな感じか。今の危険レベルを教えてくれるってこと？今はなんかやばいやつが出てくる要素もないから、とりあえず安全ですよ。そういうことですね。これまだ一応電気 つけれるんだね。なるほどなるほど。っていうことは、あーなんかあれだな、一面と同じような感じだね。っていうことは人形が出てくるのかな。これ今ここで8ボール使える？あれ5だ待って、もうすでに5あるんだけど。やべえな、なんかいるってことだ。ちょっと待って、一旦逃げて、ここだと、ここだと、あれ5だ、やばい。あれなんか青白くなったな。何これ、あれなんかある、え何何、え、あ、ちょっと待って、何こいつ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 びっくりした。こいつ、あいつはさっきの どこだっけ3面かバスルームのところで見つけた書いてあったやつだ。これだっけ、アイテム004じゃなかったっけ。あれ違うわ、どれだった。それは私を見た、これだ、こいつだ。暗い廊下を通ろうとするのは愚かなことだと分かっていた。明るくしてなきゃダメってことなんだよな、多分。うん？で、閉めても意味がない。だけど暗い、あ、なるほどね。だからダークルームなんだ。ねえ、なるほど。OK、分かりました。暗くちゃとりあえずダメということだな。あいつがさっきいたから危険レベル5だったんだね。っていうことはこれ意外と役立つのでは。今とりあえずは大丈夫。積極的に、お、これは708、読んでみよう。クリアランスレベル3、危険な現象。実体708は非常に攻撃的で悪意のある生物として現れ、主にリマの上部構造物の範囲内で、観察されています。その物理的形状は特にヘビに似ており、頭部が大きく異なっており、不気味なほど人間の顔に似ています。この実体の行動パターンは適宜と生きたに、ものを待ち伏せする傾向が特徴。708は感覚を持たない、特徴を示しているにもかかわらず、獲物を引き寄せる方法として人間の発声を模倣する、能力を持っています。しかしこれらの模倣の試みは、粗雑に実行され、結果として人間の音声の歪んだ説得力のない模倣が生成されます。要は言葉を発しているんだけど、結局それは人間の言葉ではないってことだね。この時代は並外れた視力に恵まれており、驚くべき精度で移動目標を検出し追跡することができます。その感覚認識の、得意な点は、静止した物体や人間を潜在的な獲物として、認識することができないため、動かないものは無視すること。あ、だからそいつを見つけた場合はじゃあ、おとなしくしてろってことなんだな。ターゲットが逮捕されると、実体708は鎮圧の主な方法として締め付けを使用し、その後、動けなくなった被害者を丸ごと飲み込みます。相当でっけえな。回収と封じ込めは、708を視覚的に、確認したら直ちに静止することが推奨。なるほどね。実体の動きに基づく知覚システムは動きの欠如によって、暴かれる可能性があります。ん？動きの欠如によって暴かれる可能性があります。どういうこと？逃げる必要がある場合は、視覚か、視界が遮られた場所を探し動かないでください。実体の移動が非常に速いため、それを追い越すことは非常非現実的です。文書708の3に、詳述されている封じ込め戦略は、
移動検知への依存を前提としており、安全な光線と封じ込めのための手順を規定しています。なるほど。まあ、とはいえだな、まあ、あくまでクリアランスレベルは3ってことなんで、そこまで危険ではない。要は人形と同じぐらいって感じだよな。対処しようと思えば対処できるっていうことか。なるほどね。 OK です。そういうやつが出てくる可能性もあると。特に何もない。電気つけたいけどな。さっきのやつ、ああここか。なるほど。 OK よいしょ。これは開けといて、あ、閉まっちゃうんだね。つけれる、開けれる。あ、うん、あ、いいね。とりあえずこれは開けておきたい。最悪ここに逃げ込めばなんとかなると。 OK で、とりあえずこういうところ一応探していきましょうか。はい、操作は足から。あ、いいよ、バッテリーこんなもんかな。じゃあちょっと開けて回ろうかな、まずはね。うわ、蜂だ。やべ、近くにいるな。しかもまたこれ多分さっきのやつなんだろうな。多分あれ顔なんだよなおそらくは。ああ、来ただけどここには入っては来れないんだね。めっちゃ近くにいる。あ、ダメだった。あんまり近づきすぎてもダメか。なるほど。まあ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 、でもあいつも入ってこないっていうのは分かったから、まあとりあえずいいでしょう。うん、変えて、ああ、またこれか。ランとかなんかいろいろ書いてあるな。うわ、何これ、また気持ち悪。何これ、エスケープ、ハイド、うん、隠れたり逃げたりしろと。あー、なるほどね。意外とこの8ボールが使えるかもしれねえな。もうすでに5あるぞこれ早くね。あいつ以外に誰かいるのかな。あいつ以外に誰かいるとして、結局でもどうすればいいのか分かった。あ、ってかもうこっち側しか行けねえんだ。ん？これなんでこんな勝手に閉まってくようになっちゃった？やべ。やべ。こっちか、どっちから来る？そっちか。よいしょ、OK。逃げた逃げた逃げた、逃げ切った。あいつ多分そんな足は速くね。待った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 、人形いる。マジかよ、人形いるのかよ。うわ、やべえこれ、どうしよう。終わった終わった。あ、そこにいるわ。これでもさ、もうこいつさ、いや、やべえな。ああ、もうダメだ、終わった。何にも見えねえ。とりあえずバッテリーを交換して、くっそー、どうしよう。一旦逃げて、一旦こっから逃げて、逃げれた逃げれるんかい、マジかよ。ああ、来たね。あいつがこっちから入ってきたらスッと逃げる。あれ？来たよな。
あ、来てるね。あ、暗くないと見えねえんだ。これでも人形も来てんだよな、この辺。あー、ダメだった、人形に捕まっちまった。くっそー、これ難易度上がってんだろう、マジかよ。人形いるのか、参ったな。さっきと同じような構造だな。このさ、扉の開け閉めっていうのをさ、もっとさ完璧にできるようになりたいんだけど、難しいんだよね、言っても。人形いるの厄介だな。わ、近くにいるな。あそこが明るい。これはバッテリーね。わ、もう来たな。どこにいる？どっかにいるんだけど全くわからない。どこかにはいるんだけど。あ、人形か。こいつはここに閉じ込めておけばいいんだよな、多分。あ、やべ、どうしよう、閉まらん。くっそ。あー、これこの部屋にいるな。とりあえず閉めて。これこいつここには入ってこれねえだろ、さすがに。どう？いるけどここには入ってこれねえな。ただこれそうすると困ったね。あ、明かりがあるうちはいい。なるほどね、そういうことか。これでもこうしとけば、はい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 、明かりがあるうちは OK なわけだ。やっとわかった、そういうことね。 OK。 ただこれバッテリーの減り早くね。こんなもんだったっけ。早いところブレーカー室探さんとまずいな。あー、これトイレか。あー、でこれまた近くにいるってことだな。あ、これだ。ブレーカー室はあった。ブレーカー室はあったけど、これ多分ここ安全圏だろ。なんか変わったところある。それは全ての照明が消えることになります。だけど、少なくとも、あれだよね。これがあるうちは OK のはず。どう？多分大丈夫。どこだっけ、こっちか。あ、こっちじゃない、やべ。でこっち行って、どこだっけ、どこだっけ、これじゃない。やばい、道がわからんくなった。焦ってバッテリー交換してふんだんに疲れ。あ、よしよし、ここだ。よしよしよし、いいんじゃない、これ。どうだ、えいっ。なんか初めてエレベーターじゃないけど、暗いとこは嫌です。どうだ、おっしゃー、来たー。
プールルーム、プールルームに来たな。なんか書いてあるね。はい、ということで、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。3面と4面と、2つ多分同じ動画にしてるかな。うん、多分動画にしたらスッと終わってると思うんで、撮影自体もまあ1時間弱ぐらいかな、うん、だったんで多分一つの動画にまとめてると思います。ということで、まあ、次回はこちらのプールルームを攻略していきましょう。これ思ったよりもステージあるな。これで5面かだね。もうそろそろ終わりそうな気もすんだが、そういうわけでもねえのかな。思ったよりも続いてるけれども、まあアーリーアクセスなので、まあ、中途半端に終わってる可能性っていうのもあるわな。はい、まあ、ということで、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴どうもありがとうございました。次回も楽しみに。